セビメリンはアセチルコリン類似化合物の一つ。唾液栓に分布するムスカリン製アセチルコリン、受容体に作用して唾液分泌を促進する。主に口活が症状として現れる疾患に対象療法として用いられる。雪印乳業と日本火薬が共同で開発し、2001年に販売が開始された。開発初期は AF102 バイトと名付けられ、 アルツハイマー病の治療薬としての効果が期待され、開発が進められた。その後、唾液分泌の持続的な促進作用が見つけられ、名称もスニーマイナス2011と変えて研究が進められている。シェーグレン症候群や高校乾燥症に対象療法を目的に用いられる。大まかな作用基準は、唾液腺にあるアセチルコリン受容体の一種であるムスカリン受容体を 選択的に刺激することで、持続的に唾液分泌を促進させる。副作用として、吐き気や腹痛などの消化器系症状が主にある。飲み合わせとしては、抗コ,コリン作用を持つ薬剤との併用で効果が薄れてしまう。気ぬくり人感を基本構造とする、新規な誘導体であるセビメリンは、動物においては主に脳の M1 受容体と、唾液腺の M3 受容体に作用する。 この時、ムスカリン受容体には直接作用するため、分類は副交換神経刺激薬となる。細胞情報伝達系のイノシトールリン、脂質代謝回転を濃度依存的に促進し、唾液分泌を含むムスカリン受容体の作用を増強することで、薬剤としての効果を発現する。セビメリンは、日本においては、カプセル剤として、蛍光投与でのみ使用できる。 蛍光投与されると速やかに吸収されて1.5時間ほどで最高血中濃度に達する。シェーグレン症候群の患者の場合、CMAX 及び AUC 例が健康な成人に比べて少々延長される。なお男性と女性では半減期は女性の方が長くなる。その後は肝臓でシトクロム p 百五十の分子ダサイプ2 d 及び サイプ 3A4 によって、主にトランスするホキシド体と死するホキシド体に代謝される。代謝されなかった未変化体も含めた代謝物は腎臓で越されて尿中に排泄される。セビメリンには以下の適応がある。セビメリンの近忌には以下のようなものがある。セビメリンの使用によって、下記の症状が悪化する恐れが考えられる。高齢者の場合、一般に、 腎臓、肝臓の機能が低下していることが多い。セビメリンに限らず、血中濃度が高いまま持続してしまう恐れがあるため、医師による管理が必要とされる。小児への投与は、これまで使用経験がないため安全性が確立されていない。ラットを使用した動物実験において、出生時の体重減少、乳従への移行が認められた。そのため、以下のような対応が医師 または患者に求められる。胎児に対する明確なリスクがあると考えられるが、これはあくまでもリスクであり、絶対禁忌ではない。なので、リスクとメリットを見比べての選択となる。セビメリンの副作用は、ムスカリン受容体の作用更新におけるものと、ほぼ同じものが現れる。特に消化器系での副作用が多い。副作用として、特に頻繁に遭遇するものは、 以下の通りである。頻度不明や蒸気の副作用組よりも頻度が少ないが、稀に日常生活に支障をきたす副作用が現れることがある。セビメリンを他の薬剤と併用投与する場合、薬理学的な相互作用の可能性に注意を払わなければならない。とりわけ、コリン作動薬やコリンエステラーゼ阻害剤との併用は相互の効果が増強されるため、 大変危険である。以下の疾患による高校乾燥症状の改善に用いられる。もし歯周病などの高校内での症状が進行している場合は、そちらを優先することもあり得る。カプセルマイナス 30mg。ありがとうございます。